皆様こんにちは、ヘアメーカーパーティストの小田切ヒロでございます。本日は禅と美を学びにですね、とある神聖な場所に来ております。皆様一緒に体験していただきたいと思いますので、行きましょうか。禅と美といえばですね、心をクリアに、そして邪念を取り払い、そして美しい肌を手に入れるためには心がいかに密接かということ、それをですね、皆様に私はいつもお話ししてますけれども、私は自分自身にもそれを落とし込んで、こういったところで学びを得ているんですね。このようにね、階段を一歩一歩上がるときにも禅と美の心で、この丁寧に歩を進めていくというのが大切なんですね。一歩一歩ちゃんとこうやって噛み締めながら上がっていくの。そうよ。そして皆さん見てください、この京都の素敵な街並み、もう絶景ですよね。この景色を見るだけでもね、私の心がどんどん浄化されていくというですね、素晴らしい場所になります。もうここからね、この後ろを見てください、この枯山水、白砂のこの渦、美しいですよね。すごいです。こういうね、美しい曲線からも学びを得るということがとてもあるんですね。でこういう美しいものを少しずつ自分の中に蓄積していく、そして心の淀みや濁りというのをこういう美しいものと入れ替えていくという時間なんです。このね、空気の澄んだ時間というのはですね、もう私にとってスペシャルな時間なんです。もうなぜならばね、こう体の中の空気を入れ替える時間ということで、こういった京都のね、このお寺を散策するとともに、心と体をですね、神聖なものにするために、私はね、朝散歩することが多いんですね。うわー、すごい、見てください、池ですよ、鯉が泳いでますでしょう。まあ、鯉もね、やっぱ京都の鯉ってね、優雅に泳ぐんですよ。その土地土地によってね、鯉の動き方っていうのが違うの分かります？人生の山あり谷あり、どんな時にでもこの優雅な鯉のように、どんな時でも冷静沈着ということなんですね。そして見てください、この両サイドに竹林、もう私は竹林好きということでね、皆さん、まあ、知ってる方も知ってない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、竹林というのはね、この中に入ると音が遮断されるんですよね。で音が遮断されると、もうそこではね、もう自分たちの世界しかないっていうような、そんななんか神聖な、またこのね、場所でもあるんです。まあ、こういうね、京都の竹林に来ると私やっぱ思い出す方がいるんですね。まあ、長年ちょっとお付き合いしていた人なんですけれども、その人からね、いろんなことを学ばせていただいて、私の人生の中で最大なキーポイントとなる方だったんですけれども、その人から学んだこと、この竹林でね、いろいろ教えていただいたっていうことがあるんです。まだ当時はやっぱ若かったですから、まあ、どうしてもね、こうちょっと尖ってる部分だったりとかね、人生に迷ってる時期でもありました。こういったね、神聖な場所に来ると心がやっぱりクリアになるんですよね。そうすると受け入れ体制ができる、受け入れるだけの隙間ができるんですね。そうするとそういったポジティブな心がスッと自分の心に入ってきて、それが定着するんですよ。それが私にとって、人生にとって必要だなっていうことを、またそこでも学ばせていただいたんですね。そこからです、私がこの竹林のある土地に訪れるようになったというのが。そうなので、私にとってはね、この京都ということ、そしてこの竹林というのはとっても思い出深い場所になるんですね。そうよ。なんと今日はですね、座禅と写経ができるということですので、今からチャレンジしていきたいと思います。じゃあ、あちらに行きましょうか。二つによって、はい、ここにお尻をかけて、ここにお尻をかけて、あ、結構ひんやりしてますね。体柔らかい？体はカッチンコッチンでございます。あ、そう、本当はね、右足をね、はい、左ももの上に、あ、こうですね。ああ、で今度は左足を右もの上に、はい、あ、それなかなか高度ですね。あ、いけました。あ、柔らかい。あ、そうそうそう。ただ、ね、足の裏見えちゃう。角質除去してくればよかった、ちゃんと。それで一枚いい、ね。大丈夫ですか？大丈夫。この三昧って言うんだけど、ただひたすら、ね、数を数えることだけ。10まで、10まで数える。そしたらまた
1に変える、それを繰り返していく、はいね、ただその1つ2つ3つこう数えていく中で頭の中に妄想とか雑念とか言うんだけども、なんで俺こんなとこしてんやとか今日寒いなとかもそういう雑念が浮いたら、はい、また1に変えなきゃな。なるほど。その10までねなかなかいかないですよ。なるほど。いやでも今の時間だけでもすごいなんか心がクリアになった感じがします。まあ、座っていくとね、はい、景色が変わってくるよね、はい、見る景色がね。そうですね、気づかなかった。なんか時間の経過でクリアになっていくっていう感覚を得るとともに、うん、邪念だらけだったなっていうのをねちょっと感じました。まあ前兆っていうんだけど、はい、眠ってるか起きてるかわからないような雰囲気になってくる。なるほど。まあ、要するに我がないわけね、はい、だからどっかでこうリセットして、静かな気持ちになっていく。なるほど。エキサイティングした時はもう呼吸が荒いでしょ、はい、だから本当はそういう時でもなんかこうやる時でも、今言ったような疾走感をやってからやると心落ち着くよね。だから呼吸って大事よ。大事ですね、うん、何でもね。いやなんか今改めてそれを感じさせていただきました。ああもう私毎日エキサイティングな呼吸できておりますので今住職さん の, お言葉がとても心に染みました。善、ね、っていうのはその何かを手を合わせてね求めるもんじゃない。自分の中にあるもの、ね、生まれた時の赤ん坊の時にはさ、はい、人の好き嫌いもないしさ、うん、欲もないし金欲しいと思うことないしさ、うん、と生まれたままの無垢な気持ちが自分のがあるわけやから、はい、余計なものがついてるわけさ。そうですね。だからこう叩いてあって。なるほど。いや今撮っていただきました。もう、ね、とっても心も体も軽やかに、ちょっと生まれ変わった小田切ヒロということでございます。そう、私調子がいいんです、まあ、こうやってねもう本当単純でいいんですね。というのはどうしても人間というのはやっぱこう生きておりますといろんなね念という邪念というものがねこう凝り固まって心がね隙間なく、よどんでしまうと思うんですけれども、この住職さんにねドンと叩いていただいたりとか禅の心を学ばせていただいたとき、その時に心がとても軽やかにクリアになっていくということ、そしてまた日常生活に戻る。そうするとですね日常生活でもやっぱ繊細な動き、そして洗練された行動、そしてそういう思考になっていくと思いますので、そうするとまた人生が変わりますよね。私はこういうルーティーンでですね生きておりますので、皆様もよろしかったらねこの感じ参考にしていただきたいと思います。すり終わるでしょ、はい、そしたら合掌をしてから、はい、それからこれを取る、はい、こんな小さい字書いたことないんですから、ね、これで本当かな、ね、こうじゃないですよね。書段じゃないかもしれない。ただ書段持ってんだけど、こうですよね。これ書けます、こんな。いや そんなことしないよ。でもこれはだって鉛筆みたいに持てばいいんだよ。いいですか、うん、こんな下の方ってこうして。あ、そっかそっか、こんなとこじゃ動かんでしょ。あ、なるほどね。それでは早速写経を始めていきたいと思います。
墨って滑らかですよね。もうね、墨をする時にも力を抜き、そして呼吸を整えることによって綺麗な墨が滑るんですね。そして今私はちょっとお筆を置いてお話してますけれども、写経を書く時というのも呼吸を整えながら精神をここに集中させることで洗練された美しい文字が書けるということです。私はこの写経というのも普段の私のメイキャップにつながっているところがあるんですね。皆さんはね、 YouTube チャンネルをご覧いただいていると分かると思うんですけれども、私が背筋を伸ばし、そして呼吸を整えながらプロセスをやっている姿、何度も見てますよね。これはメイクと一緒になりますので、皆様もこの精神というのを必ず忘れずに自分のお顔に落とし込んでメイクをしてみてください。先ほどの、ね、座禅の感覚を呼び戻して、うんうん、思い起こしたらすごい綺麗に描けるようになりました。だから人そのものになりきれへんな、はい、役者でもそうやろ。いや本当にそうですね、うん、私役者じゃないんですけれども本当に役者の精神もやっぱそうだと思います。そうだな、はい、はい、今日ご苦労さまでした、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、いただきます。いただきます。おいしい。あ、今日はですね、私禅の精神を学ばせていただきまして、今心がクリアにとてもすがすがしい気持ちでいっぱいなんですね。こんな気持ちでね、皆様にもいろいろお伝えしたいこともございまして、こちらコスメデコルテ禅ウェアフルイドということで、このパッケージのこの墨の感じ見てください。私が今日ですね、写経をやらせていただいた墨の感じとちょっとリンクしてますでしょ。このファンデーションまた素晴らしいんですよ。何が素晴らしいかと申しますと、心と体のバランスが取れた時、内側から輝く美が整うというですね、禅の精神に着想を得たファンデーションということなんですね。今日私が体験させていただきました禅の学びというのがこのファンデーションに宿されているんです。この素晴らしいファンデーション、これから皆様にレクチャーしたいと思います。それでは早速参りましょうか。それでは早速始めていきます。こちらのファンデーションは禅の概念から着想を得て作られたファンデーション、禅ウェアフルイド。こちらのリキッドファンデーション今から乗せていきます。まずは手の甲に半プッシュ出していきます。半プッシュ出したら、こちらのファンデーションブラシを使っていきます。ファンデーションブラシの先にこのようにつけていただいたら、ビューティースポット、目の玉の下部分からこのように伸ばしていきます。外側に伸ばしながら、そして内側にこのように呼吸を整えながら優しく優しく伸ばしていただくことによって、肌の質感、透明感というのを引き出すことができます。こういう感じ、右と左で全然違うでしょう。もともとの本来の肌質をそのまま引き出していきました。お顔の中央から外側、スッスッスッと優しく。このブラシの特徴も、滑らせるだけでお肌のキメを整えながら立体感、そして透明感を引き出すことができるファンデーションブラシ。そして自然とこのように伸ばしていただくことによって、端正な美しい肌を仕上げることができます。そして今度はおでこ、おでこの中央からこのように滑らせながら、さっ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 と呼吸を整えるというのがポイント。そして優しく優しく章を描くような感じでこのように乗せていただくと、テクニックいらずでこのような端正な美しい肌が出来上がります。そしてファンデーションブラシで乗せただけでもとても美しいんですけれども、シミや乾斑がある部分というのは薬指でこのように一度取っていただいたら、その部分だけトン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 と薬指でタッピングします。タッピングしていただくことによって、しっかりとカバー、そしてコンシーラーいらずのハイカバーなんですけれども、透明感、そしてファンデーションを重ねているというような厚ぼったさが一切ないんです。こういう感じで
テクニックいらずでこのような端正なセミマットな肌に仕上がります。セミマットな肌に対してこの凹凸が滑らかになることで光の拡散効果で肌に透明感と程よいツヤが宿されるんです。という感じで今私硬い感じでいかせていただいたんですけれども、アンナちゃん一回ちょっと見てくださるかしら。あーこれコンシーラーつけてないのにこのカバー力すごいですね。すごいでしょう、でもね肝斑の部分しっかりと今カバーしてるんですよ。だいたいさこういったさ頬の高いところで少しコンシーラー使わないとカバーできない部分じゃない。肝斑がすごい気になる年なんで、うん、すごい助かります。わかる、もう私もだってアンナちゃん同じぐらいの年頃でしょ。そうですね、そうよ。そろそろシミや肝斑がね出始めて、やっぱりカバーをしっかりした、うん、けれどもカバーしすぎると年齢が上に見えちゃったりとかするじゃない。本当そう、そう、うん、なのに対してこちらのゼンウェアフルイドはそういった端正で美しい肌に仕上げてくれるのに、そういったハイカバーをしても全く重さがなく老けて見えないというね、素晴らしいファンデーション助かります。そうよ。そしてこちらのファンデーションの素晴らしいところは禅の概念に着想を得ているということで、こちらの筆とね同時に乗せて書を描くように呼吸を整えながら乗せていただくことで内からで輝くような自然な透明感が出るの。ブラシもすごい気持ちよかったです、うん、気持ちよかったでしょ、はい、そうよ。あのちょっと強かったりすると痛いだったりとか、うん、弱かったりしても綺麗に塗布ができないんですけれども、こちらのファンデーションブラシは力がねちょっと入っても全く入んなくてもすっごい綺麗にのせることができるという素晴らしいブラシなの。じゃあ私でも厚塗りしすぎず使えるってことですね、うん、そうよ。だからテクニックいらず。ファンデーションってやっぱりねテクニックがいるからなんか使いたくないっていう方もいらっしゃって、うん、たまにねコンシーラーしか使わないとかね BB クリームだけっていう方も最近多いの、うん、けれども上品で洗練そして端正でありながらもちゃんとしてるのに対して内側からちゃんと輝きを放ってるって、うん、その全ての条件を兼ね備えてるファンデーションってなかなかないじゃない。ないですね。そうでも出会っちゃったの。そうよ、アンナちゃんも今出会っちゃったでしょ。ありがとうございます。そうよ。ということで皆様もねぜひ、こちらのファンデーション使っていただきたいんですけれども、ファンデーションだけで大丈夫なのって思ってらっしゃる方もいるじゃない、うん、で実はこちらのリキッドファンデーションは下地いらずで、ファンデーションをしっかりと肌にフィットさせることができるということと、プラスお粉がいりませんというのは、こちらのファンデーションはたった一つで全てを叶えてくれるというベースメイクアイテムになりますので、お粉がいらないけれども生活習慣そして体質によっては皮脂が出やすい方っていらっしゃるんじゃない、うん、そういった方は少量だけパウダーを使っていただきたいんですけれども、こういった大きめのブラシでパウダーを取っていただいたら、まずのせていただきたいのはこの T ゾーンですね。 T ゾーン、そして小鼻の周り、そしてこのお口周り、そしてこの目の際、この部分だけ、フェイスパウダーを重ねていただくことによって、こちらのファンデーションの質感はそのまま生かし、そして崩れ知らずの肌に仕上げることができますので、パウダーはね少量という感じで乗せていただくと、とっても美しいファンデーションの質感を叶えることができます。あのこれを使った場合って下地を使っちゃダメなんですか？使っても全然 OK よ。使ってもいいんですけれども、使わなくても OK。 しかし使っていただくことによって下地の質感ってあるじゃない、うん、その下地の質感がファンデーションと混ざり合うことによって新しい肌の質感になりますので、それはそれで自分自身でコントロールをしていただいてよし、けれどもこちらのセミマットな質感をそのまま出したいという方は下地なしでも OK という感じなの、うん、そうなのでお気に入りの下地があったら、その下地のね普段アンナちゃんが使ってらっしゃる下地、はい、その上に重ねていただいても比較的何でも相性がいいファンデーションになりますので、あの量を間違えなければとっても美しい肌に仕上げることができます。そうよ。なんといってもこちらのファンデーション10人十色どんな肌の方でもしっかりとフィットするカラーが見つかりますので、そういった意味でも素晴らしいファンデーションなの。そうでしょう。そうよ。そうよ。じゃあ次に美しい端正なお肌が出来上がりましたので、チークを乗せていきます。チークには、こちらの、モーブ系ピンクのカラーを乗せていきます。このねまたチークブラシがすごい乗せやすいのよ。でパウダータイプになりますので、チークブラシにこのように取っていただいたら、一回手の甲でねトントントン、そしてこの肌の質感を損ないたくなく生かしていきたいので、こちらのチークボーンの高いところから外側にサッサッサッサーとこのように入れていきます。高いところから下に向かって入れていただくことによって自然な血色感と立体感を出すことができます。このコスデコのチークすごい使いやすくて透明感と血色感美しく出るのよ。
こういう感じでさっさーと、もうこれだけで見てください、肌の質感はそのまま美しく端正でありながらも、こちらのピンクのチークを入れたことによって立体感とこの血色感でぬくもり感出たと思いません？大人の包容力、そして余裕感というのが出たと思います。このチークはただのピンクのチークではないんですね。そういった、母性的なね、包容力だったりとかぬくもりが手に入る。いいでしょう。いいですね。そうよ。今日のアンナちゃんは眉毛とアイメイクを仕上げた状態で登場していただいてますので、アイメイクのピンクのカラーにコーディネートをした同じカラーでピンクのチークをね、乗せていきました。そしてここから、たまにね、欲張りさんでね、立体感がさらに欲しい場という方がいるので、そういった方にプラスしていただきたいのがこちら、ディップイングロークリームハイライター。こちらをですね、薬指でこのように取っていただきます。これを取っていただいたらどこに乗せるかというと、この鼻根と言われるこの鼻の一番低いところ、ここに少しだけ縦長に、そして目を開けていただいたら、この目頭の下、この指の幅分、薬指の第一関節の指の幅分だけ入れていただくと、肌の質感はそのままに立体的に見える美人度がアップします。あ、すごい立体感も出て、このピンクのチークがいいですね、うん、いいでしょう、うん、そうなの。ピンクというのは結構コビにつながったりすると思うんですけれども、うん、コビにつながるピンクというのは色選びだけではなく、ベースメイクで使ったファンデーションによってもそういった印象が変わってしまいますので、端正で美しく上品なピンクにしたい場合はこちらのゼンウェアフルイドをベースにしてほしいわけ。次にリップです。リップはまた同系色系のカラーをのせていきます。こちらルージュデコルテ、このリップスティック、とっても素敵なね、モーブオレンジベージュみたいなちょっとシックなカラーなんですけれども、今日はね、お洋服がブラック系のコーディネートですので、こういったピンクでもトーンダウンしたようなピンクのカラーをのせていきます。もうのせ方は自由、もうこのようにリップクリーム感覚でサッサッサーと伸ばしてのせていただくだけで、とっても綺麗に発色します。棒塗りでさっさと乗せていただいて、バー、もう一度さっさっさっさと、保湿効果がとにかく高い、リップスティックになりますので、バー、そう、リップクリーム感覚でこのようなとっても素敵な、リップに仕上がります。実はこちらのリップ、秋の新作、私今つけさせていただいております。いいでしょう、プルプルです。そうよ。こちらのアナちゃんがつけていらっしゃる、こちらのリップはちょっとツヤが強いタイプなんですけれども、私がつけさせていただいているこちら秋の新作というのは、私はどちらかというと健康的に美しくヘルシーに見せたいという欲望が強いですので、こちらのオレンジのカラーをまとわせていただいております。いかがでしょうか。でもこちらの新作はまだ出せないの。そうよ、だって秋の新作だもん。そうか。そうけれども、こちらのリップスティックは新作やトレンドは関係なく、誰からも愛されたい、そして好感度が高いという雰囲気にしたいという方は、こちらのね、ピンクのカラーチョイスしていただくと、トレンド関係なくです、もう一年中どんな時でも役に立つリップスティックになりますので、ぜひぜひこちらもコーディネートに合わせてみていただければと思います。まずはこちらゼンウェアフルードをベースにしていただいたら、リップはツヤというのもトレンドの一つでありますので、覚えておいてくださいまし。はい、完成しました。じゃあ、アンナちゃん鏡で見てちょうだい。わー、すごい。もうこのままちょっとお出かけしたくなりますね。してちょうだい。このね、今日のピンクのコーディネート、そしてこの端正で美しい肌の質感、このコーディネートというのはどんなとこにお出かけをしても好感度がとても高いという雰囲気のルックです。第一にピンクでコーディネートしたメイクというのは若干可愛すぎたりとか、うん、少しコビ感だったりとか、うん、ちょっとなんかハッピーガールすぎちゃったりとか、そんな雰囲気に見えるんですけれども、こちらのゼンウェアフルイドがベースにあることによって、このピンクメイクがとっても洗練された上品な雰囲気に仕上がっていると思います。まあ、アンナちゃんもね、いい大人でございますから、はい、そう、ピンクでコーディネートしたメイクもこれだけ上品にこなせるんだよっていうことを、今日のメイクをしていただいた代表女性として、はい、これから街に繰り出していただきたいと思います。はい、皆様いかがでしたでしょうか。私は京都で禅の精神を学ばせていただき、そして写経を体験させていただきました。この体験から私、たくさんのことを学ばせていただきました。なぜならば、メイクアップ、ベースメイクと
写経、そして禅の精神というのは近いものがあるということです。呼吸を整えながらファンデーションを塗るように、そして心の余白、そして精神をクリアにすることによって美しい肌を仕立てられるということ、これは禅とメイクアップというのはつながっているということを私本日感じさせていただきました。皆様も、禅フェアフルイドの素晴らしさ、そして禅を体験していただくことによって今までにない美しい肌を手に入れることができると思いますので、ぜひぜひ体験していただきたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントをたくさんいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。